大事で、彼はどうなってもいいのっていう感じでやってんですよね。あの自分の姿勢とかね、で彼はどうなってもいいと思ってやってるの。じゃあやりましょう。強い人に持たれちゃうと、ここをなんとかやりたいんだね、と自分に力入っちゃうので、これ抜く練習だからね。抜く練習、抜かないと、ここがカチンカチンだと彼の影響をもろ受けちゃうの。でも抜いてんの、だから関係ないの。そういう風にやりたいの。だからこう抜いてんの、抜く練習なの。抜く練習ね、抜く練習、これ抜く練習、入れる練習で、彼コントロールしてるわけじゃないから、こうやってこういい格好して筋肉入れてんじゃないの。筋肉入れなくてもいい格好してんの。筋肉入れないで、なんていうのかな、いい彼との関係だから、これ力入れちゃったら彼の影響もろ受けちゃうの、自分自身が。だから彼の影響を受けないために抜けてんの。こう抜けてんの、こう抜けてんの。だから抜く練習だからね、あの転換とか、そう、特にそう。だから抜く練習で、上と下、上と下抜いてんの、これ。抜いて力でギューってカッチャッて、力で競争してやってんじゃないんだから、抜いていい位置来てるから、ほら自然と倒れちゃった。そういう風にやりたいのね。こういう風に、ほら全然力でやってないんだよね。力でこうやってやっつけて行ってないの。こうやっていい位置来たら、彼は勝手に倒れちゃったの。全然力入ってないの。そういう練習だから、練習だと思って。じゃあもう少し上と下やりましょう。どうぞ。こうね、力抜いて相手にこう持たれちゃうとね、いいよ、やって何かやって、そうってこう力になっちゃうの。力になっちゃうよね。力でやりたくなっちゃう。ああっ、こういうふうにやりたくなっちゃうので、こう持たれちゃって、ほら力普通抜いててこういうことするときにキュッて、ほら、いけないんだよね。こう普通はこうなっちゃうので、そこの時を無視して、自分が自由、こういう自由の競争だから、あの自由になる競争なの。だからお互いにこう力クッて、こうほら力入れられちゃったんだけど、ここで競争したら不自由になっちゃうの。自分が自由なの。自由の競争だから、彼は不自由でもどうでもいいって言ったんだけど、最初ね、彼不自由でもどうでもいいの。ほら自由になる、足自由なんだから。ほらで、ここを入れてたら、ここ支えになっちゃうから、相手の支え、不自由なの。不自由ってのは、相手に持たれちゃっていろいろやられちゃったりするの。だからよりどころ作らないで、こうほら抜く練習ってのはそういう話だから、抜くってのは抜かないと自由になれないの。ここに筋肉入ってたら自由になれないの、自分が。だ、抜くことによって自由になるの、こうやってね、抜くの、抜く練習だと思っててほしいんですよ。あの入れる練習で、みんな相手の自由を束縛して、自分がのエゴをこうやって強調するんじゃなくて、あのなんていうの、相手も自由、自分も自由、両方自由で、彼受け身取らなくてもいいの。ギュッて持ってきて、ギュッて持ってきて、自由なんだよ彼ね。で、これ抜いてないと束縛できないよっていうんじゃなくて、彼の自由でこういうふうに倒れ、何にもしてないんだけど、なんていうの、だから、まあそういう話ね。そういうことを理解してほしいの。で、これ今度足がこう自由になると、こうほら、足とか、勝手にこっち、ほらこっち、隙間見えたよね、隙間。で、こうやって帰ってきてもいいよ。要はどうでもいいんだけど、ほら、自由なの、人ここにいるから、ほら。そういうふうにやってほしいんですよね。まあいいや、じゃあ、塩投げ。足自由にする練習、今度は足。足自由にするの、足。腰、下半身、こういうとこ自由。これ固まってると、ほら、ここスリップしないようにして、ツルツルだったらできないんだよね。ツルツルだったら
まあ、氷のリンクだったらさ、つるって滑って向こう行っちゃうんだよね。じゃないの、ほら、まっすぐなんだから、こうやって、ほら、好きなんだから、こうやって、こうやって、全然垂直に立ってんの、自分は。そのために姿勢は大事。こうに傾いちゃったら、つるんって行っちゃうの。だから、傾かないようにまっすぐ上。言葉多いんだけど、人が多いからね、言葉多く、で、足自由。足自由なの、足で力抜いてんの、カッツカッ、相手の方に投げようと思ってないの、投げようと思ってないんだもん、投げようと思ってないの、そういう風にやってほしいのね。で、形は塩投げの形、こういう塩投げの形、ビューンって正中線ね、正中線で、四方投げの形も先生によってはいろいろあるの。この肩を注目して、こういうふうに肩やっつけて、こうに入ってくる四方投げとかね。それから、こう伸ばしてきちゃって、ほら、伸ばして、自由にこっちをするっていう、そういう方法とか、いろいろあるんだけど、総じて言って、こうに入ってくるのは、ここ、注目してなきゃいけないから難しい。だから伸ばしてんの、こっち。簡単な方からやってほしいのね。簡単、楽な方。あ、ちょっと、じゃあ楽なの、ほらほら、楽なの、こっち、そういう感じ。なるべく抜いて、姿勢まっすぐ、それ重要だからね。持ってて、ほら、できないんだよね。だからできなかったらやめていいの、これ。違うこと考えんの。違うこと。これやり続けたらダメなんだ。抜く練習だから抜ければできるよ。抜ければいろいろ。こう、抜けてれば。でも稽古の途中はみんなできないの。みんな持たれちゃったら、入れないんだよ。ほら、入れないんだよ。力入れられちゃうから。入れないの。だからね、ここをやっつけろとか、こうやってやっつけて、で、こっち入ってこいって言われたのね、昔ね。でもね、それは難しいから、気にしないで、ほら、気にしないで、なんていうのかな、そう、テクニックに走っちゃうと、すごい難しいの。難しいことやらせることになっちゃうの。だから、自分の時間、僕の時間はなるべく簡単に四角伸ばして四角そのまま取りましょうって、そういう話してんの。これね、こういいよ、こうやってやっつけて、それからこうやって入ってきてもいいよ、こうやって痛いんだよね、これ相手痛いし、受け身うまきゃこうやって受け身取れんだけど、難しいからこう来たら出されちゃって、僕は四角もらってまっすぐ、それでまっすぐ上がってまっすぐ、そういうことしかやってないの。だから難しいことを言ってないんですよ。難しいことはできる、いや、まあ、できる、 いざこうやって持たれちゃったか、でも出すの、気にしないの、気にしないで出すので、四角もらうの、それから入んの。足自由だから、自由にする練習なの。だからそういう時に姿勢曲がらないように、正中線、姿勢まっすぐ、そしてこう、そういうことしか言ってないからね。あの、難しいことやらいくらでもできるの。でも最初のうちはみんなできないから、そういう簡単な方法でやってんの。簡単な方法ね、簡単な、そういうことを思って、後ろ入った、今度はこういうふうに入ってきて、落としてこう上がる、そうするとここにいるから、ここに彼で、まっすぐ落とす、そうすると入り身投げっていう形になるの。彼の取ってきたら向こうへ出すの。そうすると僕がこっち入れるから、彼の後ろ、こんにちはってこと、ね、こっちからじゃない、これだと引っ張りになっちゃうから、こうやって来た時にほら彼のこっちの顔見れる感じ、ここでここに落とすの、自分の場所、こういうふうに、ほら、こうなってきた。これね。ここでまっすぐ上から下。ただそれだけやってほしいのね。で、
塩投げ、あ、入り身投げもいろんなテクニックあります。でも、あ、やめてほしいのは来た時にこう避けて入っていくのはやめてほしいの。まっすぐ入り身だからこうやってこうやってまっすぐ通り抜けてさようなら、通り抜けてさようならって、さようならってこういうふうに自分が安定してる、そういうにやってほしいの。その途中で彼がいたの。だからこういうふうに落としてきて上がってきてこうやってほしいのね。じゃあちょっと入り身投げをやってみよう。入り身投げ、ちょっと聞いてくださいね。あのね、彼はね、ここ取りに来てんの。ここ中心、僕の中心に来てんので、彼の中心に来てんだよね。だからこう避けてきたらこう振り返ってきての、振り返ってボカってこうやれちゃったりなんかするの。だから彼は自由、僕も自由、そして彼は取りに来たの。だから取らせてあげないと、そこで入れ替わったの。だから何にもこの手をコントロールして向こうに逃げたりしてないのね。まっすぐ入り身で入って、入り身ってのはそういう意味、入り身ってのはまっすぐ入ってるの、こっちこっち。それ入り身って、まあそういう話なんだけど、入り身はこうやってこういうこういう入り身じゃないから、まっすぐ入るのっていうのが彼に取らせてあげてんの。ここ取らせてあげてこういうふうに出したので、入れ替わったのこうやって。その時に彼は、僕はこっちの顔見れるんだよね。それで下に落としたの、こうに、ほら、だからこういうふうに来て、この手をコントロールするんじゃない、手をこういう手をコントロールしてないの、彼の自由なの、自由で取りに来たの、こういうふうに入ったの。だから僕は妨害してないの、彼のことを。だから妨害してこうやってやる方法もあるんだけど、妨害しないの、こうやって。おで、どうぞ向こう行ってくださいって、行きたいんでしょって、それでこういうふうにやったの。だから何にも妨害してないの、彼のやりたいようにやってんの、彼の受けたいようにで補助してあげてんの。鳥の人は受けの人の補助、そういうつもりでやってんの。じゃないと自分が主張して彼を押しのけてこうやってやっつけてやろうってこういうふうにやってないのね。彼がやりたいんだ、行きたいんだよ。だからこうやって何もしてないね、何もして、そういう話だから妨害しないように。それでじゃあ正面打ちやりましょう。正面打ちもこうやってこうやってこの手を俺避けなきゃいけないから、こうやって避けて、こうやって避けてないの、打たしてんの、こうやってほら打たしてん。それでいなくなったの、ほらほらおーってこれ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 だけなのね。で正面打ちもまあ避ける練習やってんじゃだったらば、打たせる練習、打たせた時にいないので、勝手に打ったの。彼は自由意志で打ったの。その時に避けてこっちコントロールしてないの、打ってほら打って、それでいなくなったの。そしたらヨロヨロってなってこうにまっすぐ落ちた。そういうふうにやってほしいのね。じゃあ正面打ちでちょっとやってみましょう。標的見せるの大事、標的、はい、ここですよって。で彼打ってくの、打ってきた時にないの、打ってきたら、あのね、こうやって釣竿あるじゃない、釣竿でこうやって上がってきたら、ほらこれ釣竿なので、自分がここに服かかってんので、こうやって上がってきたらこうやって入ってきた、こういう感じでやるの、やれって言われたのね。あのこうやって上がってきたら、ほら上がってきた時にもう入ってんの。だから落ちてきた時にはここにいないのよ、落ちてきた時にはこうなってんの。だから打たざるを得ないって、まっすぐね、打たざるを得ない、そういうふうに。で標的を見せてこういうふうに入ってる。標的見せんの、弓矢の標的。その練習終わってやって、こうね、いなくなるって練習、いなくなって標的見せてこういなくなって、何もしてないよね。あ、こうやって一緒に上がったの。そしたらこうやって落としたの。標的を見せてその練習やりましょう。こうやって上がってきて
上がってきた。こうやってもいいんだけど、これはもう見てたらやられちゃう、これからやられちゃう、やられちゃう。でも上がった時にもういないんだもん。だからこうやって倒れるんだよね。いない。なんつうのかな、上がった時、あ、こうやってこうなるんだよね。こう、こう、一緒に上がってんの。一緒に上がってんの。一緒に、これ、入門した頃はよくやられたの。上がって、そう、上がった時に上がるの。上がったか、それを、こう、上がって、それでこう、とかね。こっちにさば、こっちに開くんだったらこうだよ。こっちだったらこうだよ。こうだったらこう。ね。それは足はどっちでもいいの。どっちでもこう、こうやってやったら楽。ただ打ってるだけ。それでこう、上がってきた時にこう、ほら、ほら、ほら。で、こうね、まっすぐ。向こう、どうぞ、あっち行きたいんですかって。打ちたいんですかって。どうぞ、打ってくださいって。ね、打ってくださいよって、ここに。打ってくださいよって、打ってくださいよって。妨害してないでしょ？コントロールしてないの。彼はコントロールしな、できないの。内側に入るのはこう、外側に入るのはこう、ね、外側に入るのはこう、外側に入るのはこう、こういう形。まあ、いろいろあるけどもね、彼のを尊重してるってそういうこと。じゃあ、少し稽古して、打たせて、標的見せて打たせて、それで、なんていうの、自分が、思うとこに打たせるっていうのかな。避けないのね、こうやってね、避けない。そういう練習だから。練習だからね。じゃあ少し難しいよね。みんなこうなっちゃってんのね。こうやってやって、こうやって、それからこう。で、これ続けてなきゃダメなの。こうやってこうやってこうやって続けてんの。こうやってこうやって続けてんの。いなくなっちゃって、彼が打ちたいんですか、どうぞ、はい、こっち打ってください。そういうふうにやってんだからさ。だからこの手見てて、こうやってこうやって止めてから、こうやってやってないのよ。こうやって打ってきて、はぁ、打って、どうぞどうぞ、こっち。そういう感じなのよ。最初のうちは受け身も取れないからね、相手の人もね。こう、相手の人、こうやってやってやった方が楽かもしんない。かもしんないけど、本当はそうじゃないの。本当は打ってきたらもうそのままこうやって、投げ捨ててんの。捨ててんの。最初のうちはしょうがねえんだな。打つ練習ね、じゃあやりましょう。もう少しね。こう横面でやろうかな。横面の方が分かりやすいな。横面な、これはね、こういう殴ってくるとか、そういう練習ね、練習。これ横面殴ってくるんだけど、ね、殴ってくる。これ、殴ってきてここにいたらやられちゃうの、こうやって。だから、横面こうやって、こうやってでしょ。こうで四角入れるよね、四角。彼、打ちすぎちゃったから。彼、打ってきたから。こうやって打ってきたから。ほら。ちょっと引っかいたな。大丈夫か？もう一回。こうね、こう、ほら。下四角入れるんでね。まっすぐ上げてくればこうなる。まっすぐ打って、見せて。こういうふうに。ここ、正中線。正中線でいなくなるの。そうするとこう倒れちゃうの。正中線でここ、打ってきたんだけどいないの。そういう練習。そうするといろいろできるようになってくるから。わーっと、打ちたいんですかっていう気持ちでやんなきゃダメ。どうぞここですよって。あなたの打ってるのはここですよって。で、僕はそこにはいませんよっていうふうにやってんの。いませんよってほら。いいね。ここに、どこにいたんだか忘れちゃったけど。何しろいないのよ。いないんでまっすぐ下に落としたのよ。正中線で。ただそれだけ、それだけやって。最初それやりましょう。どうぞ。少し出すのね。出さないとダメ。ちょっと。出さないとダメなのね。こう、詰めてるとダメなのね。詰めてると。出すの。こっち出すの。こっち。出すのがコツ。みんな割とね、割とここの半径で、この半径でこういうふうにやってるから。じゃなくて、この半径よりちょっと外に出すの。こっち。こういうふうに。そうすると倒れちゃうの。夫とか大事なの。バランスこうやって予定通りこうやってやったら予定全然崩れないんだよね。バランス、おっとっとっとってこう、おっとっとにしたいのよ。ってことは外に出してんの。外に、あーって。
だからそこに落とされちゃったからこうなっちゃったの。それ予定通りこうやってやったら全然ほら半径だ、半径ちょうど自分の予定通りでしょ。予定を外されちゃったんだからちょっとね、まあそういう話。じゃあもうちょっと外に出すっていう風にやって、じゃあちょっともう少しして、こう来たら四角入れるよね、ここね四角で、彼何もできない状態。これね、これこれあのね、あのね、あの一部の人に言いました、こう来た時にこの手にとらわれてるとできないの、こうやってあるんだしね、蹴りもあるし、だからこう来た時から上がった時からおっとっと状態、おっとっと状態で、この手が来ないようにおっとっと状態するのが大事なの。ってことは上がって打ち込んでくる時には予定通りこうやってやっちゃダメなの、おっとっとっとって、だからこの手もこの足も来ないのね。そういうふうにやりたいの。そしてこう来たらほら後ろを振っとる、後ろ全然何もしてないよね。でこう上がってこうおっとっと状態、おっとっと状態で、ほらほら何にもしてない、何にもしてないの、何にもしないでやるのそれ難しいんだけどね、何にもしてないようにやるの、こうやってこうやってこうやってほら難しいのこれは上げた時に一緒に合わせてあげましょう。それからこうやった時に伸ばしましょう、相手をね出してる。そして自分の姿勢まっすぐで、ただ何もしてないようにこうやってやってるだけ。この手に行っちゃったら、手に行っちゃったらこうなっちゃうの。だからまっすぐにして打ってきたらだんだん出してんの。でこうた崩れ、勝手に彼は崩れたんだよね、勝手に。俺は何もしてねえよって、そういう風にやりたいわけ。相手が勝手に崩れちゃったって、それでそういう形ね、そういう形。そしてまっすぐ上げて、まっすぐ落とす、でまっすぐ。じゃあそう少し入り身投げの形、さっき正面打ちでこういうね、こういうのどうぞ、向こうへどうぞって言ってたよね。だからこっちどうぞ、あっち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 どうぞってね、やったのね。でそれね、今度こっちどうぞって、こっちから入んの、こっちから。そうすると一挙になるからね。これこっちこういうふうに入ってくるの、こうやってこうやって打ってきたのをここに行っちゃったらこうなっちゃうの。これ捨てちゃうの、これいらないの、いらないよって捨てちゃうのさっきあ、そうね、さっきちょっともう一回、もう一回ね、さっきこっち捨てたの、こっち今度はこっち捨て、空いてる方捨てちゃうの、こう捨てちゃうの。それを難しいの、これ難しいけどね、頑張ってやりましょうって話。こうやってやったらダメなの、これが来るから、これが手に来るからね、これ捨てるので、上がってきた時にパッとこういうふうに入ってんの、上がってきた時にこういうふうに入んの。それ合わせね。それから捨てるの、パッと捨てるのね、パッと捨てるの、こういうふうにやってんの。そして足がついてんの、それに。で相手の重心に入りたいの、僕が彼の重心に、いいや、そのままして、重心に置き換わってこういうふうに入ってきたの、こういうふうに。そうすると置き換わったから彼倒れちゃったんだよね、行き場がなくなっちゃったから、怖い、行き場ない、俺が取っちゃったって、場所取っちゃった、そういう形なのね。で捨てるのと場所取るのと一緒にやんの。それは難しいんだけどそうするとこわーって捨てて、こうなっちゃったの。そしてこれを形よくやるとこう来て、こう腕こうで、こう捨てるの、こうやって持ってくるので、こう一丁表なの。これはいろんなやり方って難しいけど、そういう形に、上がったと一緒に入る、捨てる、捨ててもらう、そして座る。そうすると一挙の形。じゃあちょっとやってみようか。
難しいけど、みんなかっこよく捨てたいから、この手を捨てるのにかっこつけてんの、こうやってつけてんの、かっこつけて場所をもらいたいからこうやってやってんので、あ、捨てる意識ってのはすごい大事なの。捨てるってのはこう上がって捨てるの、捨てるの、捨てるの、いらないの、いらないのって、そういうふうにやってんの。いらないの、形はどうでもいいの。だから形は優先は後、形変な形でもいいから、何しろ優先順位は体姿勢まっすぐ、上から重心が下に来てる、こう曲がらない、それ優先だけどね。何しろ捨てる意識が最優先。捨てるの、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 そういうの意識が上がったと瞬間に捨ててんの、捨ててんの、また捨ててんの、そういう意識が大事なの。でみんなかっこいいからこうやって、こうやって、ほら捨てる意識が後になっちゃったのね。で重心取らなきゃって、こうやって捨てる意識忘れちゃって、こうやって重心取った、こうやって捨てるんだ、こうやってこうやってこうやってこうやっ て、そういう、そういう話だからね。捨てる意識すごい大事だと思います。で何でもこう捨てる、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 捨てるの、気にしないの、気にしないの、相手気にしないの、気にしないの、捨てるの、そういう意識すごい大事ね。何でもそう、捨てるの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 、何でも気にしないの、捨てるの、捨てるの、押す、押す、捨てるの、そういう意識だから。もう時間だからね、じゃあいろいろやりましょう。終わってきて塩投げでもいい、それからこうやってきて捨てる、捨てて、こうやってね、捨てる意識、捨てる意識、捨てね、こうやってきて捨てる意識です。こっから捨てるのよ、何しろ捨てる、何でもいいけど、何でもいいけど捨てるの、捨てるの、こう捨てる、捨てる、あの受けの人が上手くないとなかなか怪我させちゃうからね。あのあんまり意識を、そういう意識を尊重しすぎちゃうと怪我させちゃうかもしれない かもしれないけども、怪我しない程度に捨てる意識、捨て、捨てるの、捨てるのって、こういうふうに自分安定して捨てる意識で、いろいろやって試してね。あと7、8分、5分ぐらい。最後にこれね、これも捨てる意識、これも捨てる意識使って、こういうふうに、こういうふうに相手の手をもらおうっていう、もらってなんかコントロールして、こういうふうにとか、肩とかこういう筋肉とかいろいろありますけど、何しろ捨てるの、何しろこうやって、こうやって捨てるの、捨て、捨てる、捨てるのね、こう捨て、いらないんだから、いらないんだから、こうやって捨てるの、こう向こう行ってよって、こう、はい、あってこう、これこうやってやったらやられちゃうんだよね、彼の方が強いに決まってんだから。もう何度も言ってんだけどさ、こう捨てるの、こうやって捨てる、捨てる、いらないんだよな、いらない、向こう行ってよって、そういう風にやった方がいいのかって、いらないんだよって、こうバタッとやってやるよって、捨てる意識ね、かっこよくこうやって、こうやって、これほらもらいたいからこうやってやってんの、もらうんじゃないの、捨てるの、捨てるのか、捨てるの、捨て、捨て、捨て、で こっちの手がぶつかったらで、ね、こう捨て、捨てれなかったらこっちの手を捨てればいいの。だ捨てる意識だからね、から手が両方使えないんだ、足使ってそれでもいいよね、まあ、そういう話、まあ、じゃあやりましょう、最後に。